今回ご紹介するのは JR 北海道石北本線の遠軽駅です。遠軽駅は遠軽町の代表駅であり、全国でも数少ない平面スイッチバック駅のため、特急オホーツク、大雪、特別快速北見や貨物列車を含めた全ての列車が停車します。遠軽の名は付近の岩棒岩を指していたアイヌ語のインカルシ、眺める、いつもするところに由来しています。かつてはそこで見張りをしたと言われています。湧別村時代の1901年、郵便路線整備に伴う新郵便局設置のため、現地視察した札幌郵便局管理課員が岩棒岩を示すアイヌ語名称を意義深いとして、学伝農場付近に設置した新局に遠軽郵便局と名付けたことが始まりで、後新設された観光庁や学校などもこれに倣い、地名として定着しました。遠軽駅は1915年、大正4年に鉄道院湧別警備線の駅として開業しました。翌1916年に期間762ミリから1067ミリへ構内回帰が行われました。1932年、昭和7年に当駅下生田原間が石北線、改正当駅間が名寄本線となりました。名寄本線は残念ながら1989年、平成元年に廃止となっています。なお当時廃止された特定地方交通線の中では唯一の本線でした。2015年、平成27年11月1日に当駅は開駅100周年を迎えましたが、同月30日にキオスクが閉店してしまいました。当駅は社員配置駅で、緑の窓口、クレジットカード専用の指定席券売機があります。営業担当社員が不在の早朝、夜間は営業上無人駅扱いとなりますが、信号扱いを行う輸送担当社員は終日配置されています。当駅は1番乗り場の単式ホーム1面1線、2番3番乗り場の島式ホーム1面2線、計2面3線を有する地上駅です。1番乗り場と2番乗り場の間に中線が1本あり、冬季に季節運転される貨物列車が使用していますが、出発信号機に進路表示器がないため、旭川方面出発時のみ使用されています。列車は大半が1番乗り場を使用しますが、
上り普通列車は2番乗り場、下り普通列車の一部は3番乗り場を使用しています。ご視聴ありがとうございました。